いや、遅かったな。ここの蒸し風呂はなかなかいいぞ。客は俺たちしかいないらしい。せっかく貸し切り。しかし、俺たちこれからどうするか。追って、ところで、お前少しはこの里を見て回ったんだろ？何か気がついたことでもあった。妹を探している女の子を見たって？まあ、その子なら俺も見たぜ。酒場で聞き込みなんて、ませてるよな。妹、妹か。まったく、出来の悪い妹を持つと、兄ちゃんやね。おい、なんか喋ったか？ねえ、どこなの？おい、こいつはもしかして幽霊？どこなの？どこに行っちゃったのよ？なんだ、驚かせやがって。私、宿やお風呂に行くって出かけたまま、もうずっと帰ってこないの。どこに行っちゃったの？はぁ、迷子ってやつか。ん？な、酒場の前にいた女の子が探していた妹って、もしかしさぞ心細かっただろう。なあ、ちびちゃん、お前。私、ルコっていう。よし、ルコ、お前の家族に会わせてやるから、俺たちに。Thank you.
最後はお前だろう。妙なことを言って大人を困らせるな。早く親のところに戻るな。もういたいた、相変わらず大人相手にガミガミやってるぜ。たっくまったく、点で話にならないわ。この里の連中、どいつもこいつも石頭ばっかり。あら、あんたはさっきの。よう、チビちゃん。俺たち、お前が探してる妹。ほら、お前の姉さんだろ。そんなところにいないで。私、あ、誰よその子。私そんな子知らないけど。何？私一人っ子だよ。いなくな、もう何なのあんた。人の話もろくに聞けないなんて、どんなひよっこちゃんね。なんだとこのチビ。お前の方がガキじゃ。とにかくその女の子も迷子みたいだし、このままじゃ拉致が開かないわねえ。あんたたち悪いけど、私を酒場のマスターのところまで連れて行ってくれない？ありがとう。私一人じゃ酒場に入れないけど、私はベロニカっていうの。この子と一緒に。こんな頼りないお兄ちゃんたちに振り回されて心細っ。ありがとう。だが最近のガキは生意気すぎるぜ。さっ、おや、いらっしゃいます。ん、あ、お前は懲りもせず。ま、俺たちの連れが何か？あ、いや、こいつは失礼しやした。このガキ。こんにちは、マスター。こちらの席よっ。元気そうなお嬢ちゃん。お気持ちはありがたいけど、今は担当直入に聞くわ。私と似た格好をしたセーニャって子が誰かを探しに来なかった？うん、セーニャ、セーニャね。おお、あのお嬢ちゃんならうちにお姉さんを探しに来たけど、いないと分かって里を出て行ったよ。そう、セーニャはどこに行くって言ってた？西の方にお姉さんがいる気がするから、そこを目指すって言ってたっけね。なんとも不思議な子だったな。うん、西の方？あ、もう入れ違いだわ。セーニャは私を助け出そうとして。実は私、虫風呂に入っていたところを魔物にさらわれちゃって、今までそいつらのアジトに閉じ込められていたの。せっかくそこから抜け出してきたのに、今度は妹のセーニャが魔物のアジ。ねえ、あんたたちただの旅人じゃないでしょ。今はまだ詳しい話ができないけれど、お願い、どうか何も聞かないで一緒に妹をさ。レディの頼みを断るなんて、あんた意外と薄情なのね。お願いだから一緒に妹。ありがとう。お姉ちゃんたち行っちゃうの？子供は危ないからダメ。あなたのパパについては心当た。うん、はい。お前だって子供じゃねえか。ちゃんと俺たちについてこ。あたし
私を誰だと思ってるの？聖地ラムダからやってきた最強の魔法使い、ベロニカ様よ。むしろあんたの方が私の足を引っ張らないように。さあ行きましょう。魔物のアジトがあるのはここから西の地下に広がる。きっとセーニャも迷宮の中にいると思うの。私知ってるのよ、あんたが何者なのか。私Thank you.
くぜ。俺たちの勝ちだ。やるぞ。はあ。終わったな。俺たちの勝ちだ。